はい、こんばんは。こんばんは。今回突発の動画ということで、はい、ハイエースを買い替えるということで、そうですね、次グランドキャビン、はい、はい、でお気に入りの今車両なんですけど、はい、グランドキャビンを買えるということで、そうですね、ワゴン置いちゃいます。はい、はい、で欲しい方探すためにちょっとね、お安く、めちゃめちゃ安く、そうですね、まあ、まるっとPの値段ぐらい、はい、まあ、詳細はメールで、ね、はい、連絡、ね、値段の方はですけど、装備をいっぱいつけてるみたいで、そうですね、じゃあ紹介してもらっていいですかね。わかりました。はい、まず前が、はい、モデリスタのリップスポイントですね、はい、で、ガツミラーと一緒ですね、で、で、ホーンが、はい、レクサスホーンに変わってるのと、はい、これも新品でこの間、はい、車検もあるんですけど、はい、車検もこないよね、ワイパーもレクサスワイパー、はい、ホイールが、はい、ホイールが、はい、あのレックスさんの、はい、あのバルベロ、はい、グランド、はい、あのマットブラッククリアの、はい、でパラダ、これもタイヤがまだ新しいね。そうですね、穴つけて半年かかるぐらい、はい、新しい、はい、でこれ、オーバーフェンダーは、オーバーフェンダーですね、あのフレックスさんのあるあるのオーバーフェンダーです、ね、はい、あとはアベストのメッキのウィンカーのあれですね、アベストさん、ええやつですね、これですね、はい、外装も書いてますか、もちろんあの、はい、キーレス連動の角度、はい、これ見えないところもいろいろついてるんですよね、あの先言ってた、そうです、そうです、そうです、あの辺も、予約ロックシステムもついてるんですね、うん、あのよくアルファードのタベルパイとかついてる、はい、後ろ閉まりきらなくても、の先に閉めるしといて、鍵閉めといても閉まるってことですね、そう、あとでやってみます、はい、はい、続いておきましょう、です、はい、後ろ行きますか、あとはウィングがシュックブレイズのワイド用ウィングと、はいはいはい、あとテールランプがフレックスオリジナルのアルティマの LED テーパーに変わっています、あとまあナンバードとかも全部 LED しっかりしている、はい、フォームも全部変えてあるんですね、はい、足回りがちょっと見えないですね、これもすごいお金かかってるっすね、ちょっと見えない、はい、と、玄武のニーチローダウンキット、はい、とコニショップ、ね、はい、200系コニショップ入ってて3段階のエンジンを調整します、これはめちゃめちゃこだわってますね、すごいですね、そうですね、うん、まあ、あの基本的にでもそのボンネットとか変えず、うん、ガチャガチャせんと、に、うん、あのやっぱこうボンネットとか変えちゃうと、うん、あのこだわりみたいなのが出てくるので、うん、あの好き嫌い、うん、だから基本的なええところは全部もう全部しててって感じですね、そうですね、ね、あんまりガチガチにはやってないですね、ウィングつけてるうちにどうかそれ外装はまあそんな感じですかね、中ちょっと中もいろいろやってるんですよね、内装は、はい、まあやっぱ車買うってやつもやっぱナビとかやっぱみんなあれですよね、そうですね、今はレカロの SR7F、 うん、これがこれが最近買ったところなんですね。あの1ヶ月前ですね。ね、これは分かる人はすごい欲しい。そうですね。運転席側がウルトラローポジションになっていて、うんうんうん、あのスエードの一番高いやつ。すごい。これはすごい。買ったんだ、はい、あとまあもう定番の内装はまあフレックサのこのパネルですか。黒木目パネルとビッグ X。うん、で前後とかね、こうデジタルになる、でフリップダウンモニターも、そうですね、全部ついてて、
まあ、車中泊仕様でカーテンとかベッドとか、ね、そう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 、カーテンとかもついてる。へえ、これはすごい。あとピボットもスロコン、あ、そうもついてますね。はい、そうですね、はい、スロコンついてて、もちろんあのこのクルーズコントローラーも、ああ、うまい、クルコンもついてますね。もうみんながちょこちょこ下へすぐついてるの、すべてついてる状態なんで、そうですね、もう皆さんの中ワーさんとかもやってるんですけど、うん、中のダンパー、あー、ステアリングダンパー、ステアリングのダンパーも入ってます。うーん、カロッツェリア あのハイレゾ対応のスピーカー、うん、あー、見えないとこまでやっぱ音質もこだわってるんですね。そうですね、デトニングもしてる、あ、はい、でカロッツェリアのサブウーファー、あ、サブウーファー、スイカでオーダーぐらいですけど、うーん、後ろ行きますか、はい、広いですね。はい、まあ、UI さんの防虫ネット。はい、ああ、防虫ネットですね。うん、車中泊用。これも後ろもリアの貼り付いてる方で、はい、はい、で。基本的にこの中の内装は、はい、あのフレックスさん の、はい、あのバージョン10っていう10人乗りの仕様が、うん、まあ、ベースになってて、うん、あのまあ、フレックスさんじゃあこれやってないんですけど、この、うん、ここ。ああ、これね。うん、これ追加で、追加のクッション、あ、ここ普通なくてここが何もないじゃん、落ちてるもんですよね。うん、なんでこの下収納にして、うん、あの追加でベッド延長みたいなのになってるんですね。結構そこ足落ちちゃったりとか、ああ、これですね。なんでそこはちょっとバージョン10のプラスアルファで、ですね、ね、あのプラスアルファさんに作ってもらったね。あとこの、はい、この、あ、これね、これはステップとライトとここも収納になってるんですね。これも、あ、ほんま連動してるんですね。いいですね、小物入れ、まあ上がりかまし、ここって結構ハイエースでっかいんで、でかいですね、結構あの、うん、レッドスペース、こんな使うんかみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、ここあのクーラーボックスとか、うん、あ、最近は、ね、冷蔵庫とか、うん、そこでだとか、うん、できる、アルパインの鉱石モニターですね。はい。ですね。はい、と、鉱石のスピーカーですね。はい。はい。してますね。うん、で一番後ろに鉱石のスピーカーついてますね。はい、あれがもう一緒のあのカルツリアの対応のスピーカーの、はい、後ろはコアキシャルの17インチ。うん、ちょっと見えにくいんですけど、向こうにあの、あ、小窓、スライド小窓の、はい、まあ、ファンついてるやつですね。ですね、うん、まあ、ファンもついてるんで、はい、中でご飯食べたりとか、車中泊するとき、ファン回してたら全然ちゃうんっていう感じです。これって、これはもうオートエアコンみたいなんですか、これ元からついてるんですか。あ、いえ、もうこれはあの UI さんのリアのオートエアコン、ね、後付けっていう感じで、やっぱこれあったら全然ちゃいますもんね。そうですね、全然ちゃいます。なかったら常に寒いかちょっと暑いか、そうね、出っ放しなんで、うんうん、だから子供とかがおったら、うん、もう絶対必需品、そうですね、大人はやっぱりカチッてできるのでね、今一回一回止まって、うんうん、じゃあ、うんうん、もう進むかってなるんで、うんうん、絶対これはおすすめですよ ね、うん、ね、これもうフルカスタムされてる状態で、そうです、このまんま丸々、ね、もうあのテーブルも全然、ね、あれワンオープンのテーブルなんですけど、うん、あの今お座敷の高さになってるんですけど、うん、あのスライドの取り付けが後ろから前まで全部スパーッと、そのレールになってる、そうです、レールになってて、うん、であのこのシート全然対面シートにもできるんで、うんうん、その対面シートにした時に、うん、あの巻いてみたら足長の状態で、これをこうこっちやってテーブルをこっち来るっていうやつ、テーブルをあの足長のテーブルのことすることも可能、うん、いう感じで、でもこれを全部ついてるんですね。そうです、そうです、ね、これはで
これいいですか、そういうこんな感じですかね。そうですね。これで驚きの値段で。そうですね。もう、ね、もう多分今ハイエースもストップかかってるし、手に入らん状態で中古が多分値上がりしてる中で。そうですね。で多分ショップさんで買ったら多分相当な値段で販売されるもんを今買ったんで、うんね、相当な値段で買ったね。カスタム代もかなりかかってる中で今回ちょっと買い替えっていうことで、売るならせっかくええもんをみんな安く乗ってほしいっていうことで。そうですね、うん、せっかくなんで、うん、まあ、あのお子さんがね行ってる家庭とか、うん、やっぱり子供さん喜ぶね。一応子供喜ぶように作ってるので、うん、そうですね。うんうん。ぜひ興味ある方は、そうですね。メールくれた。連絡をね。はい。そんな感じ。ローンも大丈夫。うん、下取りも大丈夫。あ、そうですね。車屋さんで仲介でやってもらうので、仲介ちょっと入ってもらうんで安心して帰る。そうですね。ね。あの完全個人買いではなく、うん、ね、あの車屋さんに。そうですね。安心して。有名な車屋さんなんで安心して買えますね。そうですね。わかりました。それで欲しかったら皆さん連絡ください。そうですね。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もお願いします。ひょまかんチャンネルではハイエース動画以外もラーメン動画、料理動画、キャンプ動画、探偵依頼、エンタメ、歌などいろいろやってます。これからもよろしくお願いします。ひょまかんチャンネルオリジナルソングも聴いてね。よろしくお願いします。それではこの辺で、バイ。